松本義弘は競技マージャンのプロジャン氏。日本プロマージャン協会所属。マージャンプロリーグである M リーグのチーム渋谷アビマズに所属。愛称はスズメフート用紙に由来して卓上のヒットマンと呼ばれる。神奈川県横浜市出身。血液型は O 型。身長は187センチメートル。マージャンを覚えたのは高校1年生。高校の先輩に マージャンのルールとともにマージャンプロの存在を教えられ、それまで憧れの職業というものを持たなかった松本にとって初めて将来の目標となったという。青山学院大学在学中に当時雇われていたジャンソ荘を運営する日本プロマージャン協会所属の社長に誘われたことをきっかけに2013年にプロジャンシとなった。大学を卒業し、 一旦は勝者に就職してサラリーマンとなっていたが2015年に会社を辞めマージャンプロ一本で生活するようになる。日本プロマージャン協会の第12期後期に入会し最年少でのリーグ勝ち抜きを継続させ2018年11月の時点で同団体の B1 リーグに所属する。20代で怒り用いを獲得し2018年からは RTD リーグへの出場を果たす。同年には、M リーグのチーム、渋谷アビーマズにドラフト3位で指名された。2019シーズン現在、男性最年少の M リーガーである。ありがとうございます。